はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。フォールアウト3パート179ですね。やっていきたいと思います。あ、違ったね。敵さんかなと思ったら違いましたね。一番奥にいるのね。こっからは銃構えていった方がいいですね。で、これは骨。あ、あとこの動画グロいのありますので、で、これ罠だったんだね。これ私引っ掛けて当たっちゃったんだね。痛いって言ってましたもんね。さあ、右はいけない。こんなとこでもミュータントいるんですよね。これは、あ、ラッキーですね。スティームパックで、こっちは、おお、本が、スキル本ですね。はい、これもね、ノーダメージで2匹倒せましたもんね。おおおおおお、こっち、もうちょっと、あ、違うね。あ、もっと、あっと、あれ、ここで追ってるかな。ええ、こっち、あ、違う、あ、また、こんなもん、ちょっと臆病になっちゃった。あれ、こっちかな。あ、こっちだったね。あ、ミサイルいらなかったけど、こんなもんかな。あ、ほんで皆さんが行って、これ以上はいけない。ここはそういうのを取得するためだけだったんですね。さあ、引き続き行きましょう。やっとボルト87ですね。メインクエストに戻ってくることができました。これ落ちたらダメなんだろうね。あ、ダメでもないか。落ちてもいいんだね。で、またいるんじゃないの。ってか、いたね。こっちだったら、この距離、遠いね。遠いね。向こうから気づかれる前に、なるべく、おっと、こっちも行っちゃった。どこ、もうちょっと近寄りたいね。いるで、そこに。かなり近いところにいいんじゃない？目の前にいるよね、これね。こっちは？こっちはいない。やばい。止まっておこう。こっちの、あ、こっちだね。あそこか。後ろ振り向いたら行くか。どう行こう。よし、この間に近寄って、これどうなの、これダメだよね。うわ、目の前にいる。動けない。よし、周り、こ、あら、入り口が違った。こっちか。回り込むでしょ、次振り向くでしょ。こっちにもなんかあるね。よし、行くわよと。地雷ね。あら、あらららららら、ら、はい、プレゼント。逃げろ。食らっちゃった、ダメージ。食らっちゃった。
5.56 ミリなんで、あ、後ろ下がれなかったね、下がりきれなかった、グレネードボックスね、はい、グレネードもだいぶ増えてきてますので、はい、ショットガンシェル、休憩できたらいいな、休めたら、あ、トイレだね、トイレに弾薬庫がありますね。え、何これ、あ、ゴミ街のバカな商人の話、あ、そういや本2冊ぐらい使ってないんじゃない、バーターが上がるのかな、うんですね、あ、あるね、レシピ、汚れた水飲みましょう、ちょっと回復しましたね、よいしょ、でこっちか、あー、もうこれ完全バレたな、撃ちましょう、あー、スニーキングならなかった、よし、あ、殴りね、この人、よいしょ、グレネードね、さあ早くボルト87に行きたいんだけど、また一人いますね、うわあ、こっち向いてる、これじゃあダメだろうね、まあでもクリティカルしていきましょうか、お、いい、あ、もう撃っとこう、あ、もうボディでいいか、やっぱりスニーキングでね、当たるとクリティカルなのででかいですね、よいしょ、あ、でもしまっときますか、はい、弾だけですね、でこっちか、敵さんはまだ見えません、こっちにも道がある、ひ、広いんかな、なんか書いてるね、消しましょうか、あ、ボルトのマークだね、 Not part of tour keep out 立ち入り禁止、あ、なんかの洞窟のあれだったんだね、ボルトのあれなのかな、これ、あ、いっぱいいる、どうしよう、3匹、いや、こっちじゃなくてこっちだね、いい感じだね、見つけたぞ、全員来るかな、来ない感じがするね、出てみようか、いや、そっちじゃ、あ、逃げたんね、どうせで、いや、そっちじゃなくて、当たるかな、あ、76、頭95、当たるかな、すごい、木の間縫ったね、どうなる、向こうも出てこれないね、でも59当たるかな当たりそうだね、当たった逃げられないあの手の鉄砲はちょっと辛いよね、 85%、 よいしょ、これすごくすごくいいね、ミニガン撃ってみる、
あ、もう全然へっちゃらだねこれね。あー、これじゃダメだね。うん、じゃあ当たる、当たるんじゃない頭。効率いいね、隠れながら戦うの。あれ、あ、なんか言ってるんだけど、下だね、下か。じゃあね、下なんで、あ、シルダン、こっちでショートカットであるんだわ。はい、当たる？ 90% 本当？当たるね。はい、もう一回。とりあえずこれでいいかな。出てこい、怖がるお前、食ってやる。これで撃てるね。見えてないのかな。ああ、今回のオペレーションっていうんですかね、順調すぎて怖い。ミニガンの弾も他に転用できたらいいんですけどね。ステムパック、汚れた水、うん、で道具箱、コンダクターはいらないですね。ちょっと左、うわーっと、ヘアピンが。はい、あ、まあ、ヘアピンがね、入りましたね、手にね。さあ、これ、私が来たのはあちらからなので、行ける道が、あ、こっちも部屋だね。部屋だったら部屋行ってじゃないね、まだ。お、ベッドが倒れてるから使えない。倒れてるから休めない。ショックだね。あと何があるだろう。あ、弾薬庫ね。お前、鍵多いね。はい。で、救急箱ね。はい。で、何だろう。あ、これは明かりか。明るすぎて見えない場合もあるんでね。これはから、あ、イージー、また鍵だね。こっち怖い。うわっと、ラグあるんですね。気づいた頃には折れてるんですよね。じゃ、こんな感じかな。はい、で、お次、ここはもうなんもないかなね。なんもないね。よいしょ。じゃあ、下から湯気立ってる。で、で、こちらだね。あ、で、下に降りていくのか。敵さん、今のとこいないね。またなんか行けるの？あんまり広いとね、迷っちゃうんで。あ、下に降りてきましたね。で、ここで彼をやっつけたので、うわ。迷路だわ。これはやめといた方がいい。あ、いたね、彼ね。で、こっちは多分行けないんでしょ？ね。そうだね。あとはこっちですね。殺人通りって長いのかな？あ、また板が出てきた。板が出てきましたね。おお、こ、ほえ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 、あ、こっちか。あ、こう行くのね。で、こうはなんもないよね。一応ご確認ですけど。
でこっち行きましょう。ん？こっちはないよね。首振るのが遅いのでちょっと見にくかったらお許しください。あ、戻ってきた？あ、戻ってきたというかここに来るんだね。え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いいのかい？あれ、もうわかんない、なんで戻ってきたんだろう。頭の中で整理がつかない。あ、でこっちか。ああ、そういうことね。キープアウトって書いてるとこ。あ、あれ、あらら、キープアウトって書いてるところじゃないの。あ、こっちにも扉があるんだわ。あ、あれ、あ、そっか、私こう言ってちょっと頭悪いんでおさらいさせてくださいね。こう言って、ああ、こう入ったんですね。でこっちに行って、こっちに、あ、弾の回収か。あれ、どっかで立ち入り禁止で入らない、入れないよって言われたところが思い出せない。あ、道が、ああ、そうかそうか、ここ急なんだわ。よし、直線は速い速度で行きましょう。で、でこう行って、おう、どっかにあったよね、立ち入り禁止だって言われたところが。アウトオブツアーかなんかね、書いてたところがなかったかい。なかったかな。あれ、こっちの方向にあったと思うんだけど、ん？歩く音が聞こえる。ここだ。ランプライト洞窟に行ったらいいのね。でね、歩く音が、あ、聞こえてた。あれだね、ショットガンにしておこう。ああ、無理だね、仕方がない。仕掛けよっか。あー、こっち来てんね。こっから出てきたら落ちちゃう。あー、バレちゃったね。マスターか。わ、頑丈。すぐに死ねえ、人間バカ。おお、マスターにも勝てるようになったね。あ、アサルトライフル、中国語アサルトライフルね。いや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 、あ、どっちがいいんだろう。まあいっか、こっちだね。で、サブマシンガンはシド234だね。コンバットショットガンはダメだね。まあこんな感じで。メスメトロまだ持ってたね。あ、こっちもまたまた分、おっと、危ない、あれがあったね、罠が。なんもない。ああ、これ、ああ、これが撃ってくるんだったね。危ない危ない。で、何もなしなのかい。ああ、何もなしなのか。
で、こっちは敵がいる雰囲気はないけど、おっと、またある。これだね。怖いね。トラップ結構あるね。で、で、何もなかったらがっかりだね。あ、まだ続くね。まだ続きます。いるね、いますね。てか目の前にいたわ。マスター、ミュータントマスター、何や。ああ、勝てるようになった。今一発殴られたかな。スーパーストレッチいらないですね。あ、こっち続いてない。結構広いな。まだ続くんでしょ、こっちに。あ、あら、こっちもなんか出てきた。あ、ボルトだ。あ、ボルトだね。あれ、ちょっと待ってくださいね。あのランプライト洞窟っていうのは何だったんだろう。これね、あれあれこっちもこっちも、あ、いいのかな。ワールドマップ見てもしゃあないよね。しゃあないね。とりあえずじゃあボルト行ってみましょうか。気になるな、ランプライト洞窟って。あ、ランプライトに戻るわけでもなさそう。まあいっか、とりあえずこっち先やっときましょう。うわって、本当にヘアピンがなくなるのが早い。はい、これはあ、ステルスボーイね。こう、カンタムね。で、はい、こっちにも何、おっと、これやばいよね。トラップ、何がどうなるんだったんだろう。あ、グレネードだ。えっ、落ちただけだったのにあんなんでも引っかかるので、もったいなかったな。グレネード、センサーモデル、もういらないかな。そうね、じゃあちょっと行ってみますか。あれ、また次ですね。あら、ここもなんか来ちゃった。あ、原子炉チャンバーや。もう行っちゃいましょう。あ、ピッキングアップザトレイル、おお、800入っちゃった。クエスト完了。どうなんだい、なんかクエスト増えるのかな。ゲックを取りに行く。あ、そうだ、もともとゲックを取りに来てたんだ。
敵いるんだろうね、いっぱい。そんな気がしますよ。うわぁ、危険な色だなぁ。キープアウト、ノットパートオブツアー。うわぁ、もうダメな感じがすごくする。すごくダメな感じがしますよ。あ、いきなり下に行くのか。すっごいおっかないんですけどね。走れない。あ、自分今走ってんのか、これ。ステルスだからこんなんだね。おえ、汚いな。おお、びっくりした。思わずバッツ入れまくっちゃったんですけど、これは何の湯気？なんか湯気出てますけどね。何もなしかな。何か入ってる。ウイスキー、ウイスキー、ウイスキー。あ、本があるんじゃない？ニコラ・テスラとあなた。はい、ニコラ・テスラとあなた。エナジーウェポン。今、スキルは？エナジーウェポン94。もういいね。もういいですね。またこれも100超えしちゃいそうな。そうね、100超えしちゃいますの本を見つけまくると。あ、コンピューターが1台生きてるんですけど、なんか嫌な予感するんですよね。爆発しそうな、なんかドラム缶の配置がそんな感じしました。引っかかって動けなくしてドーンってね、そんな感じがしましたよと。あ、銃邪魔で下げときましょうか。あ、これはおもちゃの、あ、ガソリンタンクか。バイクのガソリンタンクですね。これは地球儀。ピーター・スティーブンスの日誌。その前にメンタスで、この中は、あ、ダーツ。あ、レールスパイクね。日誌への書き込み。データが破損してます。日誌エントリー、どうしたらいいんだ。私の可愛いジェイソンが死んでしまった。妻はすっかり無事になってしまい、このわびしい地下シェルターの窓から岩のなんとかをじっと見つめている。まるで陽光のきらめく草原や真夏の静かな湖でもん眺めるかのように。ジェイソンは私の人生そのもの、私の喜び、私の全てだった。今となってはこうした作業の全てが虚しいと。これは失敗だった。こんな永遠の墓場に閉じ込められるくらいなら外に出て家族全員で死ぬべきだった。私は恐ろしいと。ボルトなんでしょうね、これね、墓場というのは。これは破損、破損。あ、もはや私にとって全てが無意味だ。そのトンネルを歩くたびに子供たちの声が聞こえてくる。ボルトのドクターたちはジェイソンに会いたいと思うあまり、心が幻聴を聞かせているに過ぎないといい。何々をよこし、あ、薬をよこした。そう、頭のいかれた連中が飲む薬よ。こんな薬飲むもんか。私の頭はまともだと。どうしてこんな、地獄の穴で子供を育てるんだ。そんなことをして何の意味がある。はい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 、次これですね。耐えられないあの声にも耐えられない。薬を飲めと、奴らは薬を飲めというと。私はまともだ、私はまともだ。ジェイソンが笑ってる家族はもういない、死んでしまった、永遠にと。永遠にここから出られない。永遠が終わるまで私はまともだ、私は私だ、私は永遠だと。あ、ちょっとあのね、あれ、もう一個出てきた。あ、いや、これ見ましたね。なんで一個カーソル上行ってたんだろうね。バイオハザードのカユウマでしたっけ。ちょっとあれを思い出しましたけど。で、金庫ね。はい、マグナム弾キャップ。お、マグナム入った。マグナム弾ってそんなあったかな。ちょっと修理しましょうか。
これね、あ、結構修理してるんですね。33、あ、でも弾がね、164発しかないです。こっちは、あ、つながってるんですね。おお、歩く音が聞こえる。歩く音が聞こえますね。この向こういるね。うわー、いるね。あ、そのもう一個向こうにいるのか。ここ発電だね。もうここはスーパーミュータントさんばっかりなんですね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうかね。フォールアウト3終わっておきます。どうもありがとうございました。